9月に行われる自民党総裁選の日程について、茂木幹事長は9月20日から29日までのいずれかに設定をされることになると述べました。これまでの総裁選を見てもですね、えー、国連総会の日程とまあ、これと被ることもあります。9月下旬には例年総理大臣が出席する国連総会が予定されています。茂木幹事長は？ 国連総会がいつだから総裁選がいつになるということではないのではないかと述べ国連総会の日程とは関係しないとの考えを示しましたまた自身が出演したインターネット番組で総裁の任期に関して3年以内がちょうどいいと述べ再選に意欲を示す岸田総理をけん制したとの見方が出たことについて 1>, 1人の総裁が3年以上やってはいけないという話は全くしていないと説明し、否定しました。